どうも、ゆねまりです。皆さんは普段音楽は聴きますか？通勤や通学など移動時間に聴く方やリラックスタイムに聴く方、スポーツをしながら音楽を聴く方もいますよね。他にも音楽聴くシーンっていうのはたくさんあるかと思いますが、私は BGM をかけながら仕事をしていると作業効率がアップしますので、いつもお仕事をしながら音楽を聴いています。私たちの生活にはなくてはならない音楽なんですが、最近ではサブスクの音楽配信サービスが当たり前になってきました。今更ですが、サブスク音楽配信サービスっていうのはたくさんあるけど、結局どれが一番お得なのかであったり、一番おすすめなのはどれなのかというのも迷われている方もたくさんいらっしゃるかと思います。そこで本日はいろいろなサブスク音楽配信サービスを比較していきたいと思います。たくさんあるサブスク音楽配信サービスの中から Apple Music、Amazon Music、SpotifyLINE ミュージック、YouTube ミュージック、この5つのサービスの料金や特徴を紹介をしていきます。どのサービスを利用するのか迷っている方や何がお得なのか知りたいという方はですね、ぜひこの動画を最後までご覧ください。生活の仕方や好みによってはそれぞれの合ったサービスっていうのは変わってくるかと思いますが、どんな方にどのようなサービスが合っているのかっていうのもお話しさせていただきますので、ぜひご覧ください。まずサブスクって何ということなんですが、サブスクとはサブスクリプションの略で、毎月定額のお支払いを払ってサービスが利用できるシステムのこととなります。 Netflix や Hulu などの動画配信サービスのサブスクも一つで、他にも漫画や飲食、ファッションや美容など幅広いジャンルのサブスクがあります。サブスク音楽配信サービスは1曲ずつ購入するわけではありませんので、普段たくさん音楽を聴く方や好きなアーティストがいる方、定額制の音楽配信サービスを利用したいという方はお得に音楽を楽しむことができます。それぞれのサービスの特徴やおすすめをこれから紹介をしていきます。まず一つ目は Apple Music になります。 Apple Music は Apple 製品ととても相性がよく、 iPhone や Apple Watch などを使っている方にはおすすめのサービスとなります。 Apple Music の料金なんですが、 Siri で音楽を再生をする専用のプランのボイスプランは1ヶ月480円、学生プランは580円、標準的な個人プランは1080円、家族で楽しめるファミリープランは1680円となっています。 Apple Music は洋楽を中心とした1億曲の充実した曲数も魅力で、再生した曲やお気に入りをつけた曲を学習をして、ユーザーの好みに合わせたい曲を再生をするレコメンド機能や、音楽のエキスパートが厳選をしたプレイリストがあり、自分の好みに合わせた曲を見つけやすくなっております。Apple 製品を使っている方や360度どこからでも音が聞こえる音響効果の空間オーディオや高音質を楽しみたいという方は、この Apple Music がおすすめです。 Apple Music は無料のお楽しみ期間が1ヶ月ありますが、新しい iPhone や AirPods、HomePod Mini、Beats の製品を購入をすれば6ヶ月の無料特典もついてきます。そして au と UQ モバイルを使っている方はですね、今なら個人プランのみ6ヶ月間無料となっていますので、対象となる方はぜひチェックをしてみてください。2つ目は Amazon Music です。大手ショッピングサイトの Amazon を利用していくことがある方なら聞いたことがあるサービスかもしれません。 Amazon Music は3種類のサービスがあり、料金やサービス内容も変わっていきます。まず1つ目のサービスは Amazon Music Free です。 Amazon のアカウントがある方なら誰でも無料で音楽を楽しめるクレジットカードなど決済情報の登録も必要ありません。ただし広告が流れてきたり、聴きたい曲を指定できなかったり、たくさんの機能制限があります。2つ目は Amazon Music Prime です。Amazon Prime 会員であれば追加料金なしで音楽を楽しめます。
曲数は2022年11月から200万曲から1万曲以上に増えましたが、基本的にはシャッフル再生される仕様なので、好きな曲を自分で選んで聴くということができなくなってしまいました。3つ目は Amazon Music Unlimited になります。 Amazon Music Unlimited の料金なんですが、個人プランでは1ヶ月980円で、Amazon プライムの会員であれば880円で利用することができます。ファミリープランは1480円で、学生プランは480円、 Amazon Echo のシリーズのみ利用可能で、ワンデバイスプランは480円となります。無料お試し期間は Amazon Unlimited のみ用意されていますので、1ヶ月無料で利用することができます。そして2021年6月から Amazon Unlimited を契約しているユーザーは、追加料金なしで Amazon Music HD を利用できるようになりました。この Amazon Music HD は Amazon Music Unlimited で配信している曲をさらに高音質で聴けるサービスとなっております。 Amazon Music は無料プランがありますので、広告や機能制限があっても、まずは無料で音楽を楽しんでみたいよっていう方であったり、Amazon プライム会員の方、そして高音質で音楽を楽しみたいっていう方にはおすすめとなっております。3つ目は Spotify です。Spotify は2016年日本でサービスが開始された世界最大級のサブスク音楽配信サービスとなっております。楽曲数は非公開なんですが、7000万曲から9000万曲と言われています。音楽で全曲フル再生できるということで、認知度が高いサービスとなっております。世界中の Spotify のユーザーが作成をしたプレイリストを聴けるというのもおすすめなポイントとなっております。Spotify は無料プランと有料プランがあり、無料プランは曲数ごとに広告が流れます。シャッフル再生となってしまいますが、無料プランでもフル再生ができます。そして2021年にパソコンやタブレット、ゲーム機からなら無料プランでも再生時間制限がなくなり、好きな順番で再生できるようになりました。パソコンやタブレットで利用するならとても魅力的ですよね。Spotify の有料プランは無料プランの制限が全てなくなり、ダウンロードして聴けるオフライン再生も可能です。 Spotify の料金はスタンダードプランが1ヶ月980円、2つ目のアカウントで聴けるデュオプランでは1280円、ファミリープランでは1580円、スチューデントプランでは480円となっております。無料お試し期間はスタンダードプランの3ヶ月のみで、その他のプランは1ヶ月とあります。Spotify は音楽を探す機能とおすすめ機能が充実されていますので、いろいろなプレイリストを探すことができます。プレイリストの作者をフォローできますので、音楽の趣味の合う方がいたらぜひフォローしておくのをおすすめです。Spotify の無料プランはですね、とても充実した内容となっておりますので、まずはお試しをしてみたい方や無料で楽しみたいという方にはぴったりのサービスとなっております。有料プランは制限が解除されるので、自由に選択をして音楽を楽しみたい方はですね、有料プランに加入をしてみましょう。4つ目は LINE ミュージックとなります。 LINE を使っている方も多いと思いますが、 LINE とソニーミュージックと AVEX の3社が中心となって立ち上げた LINE ミュージック株式会社による音楽配信サービスとなっております。楽曲数は9000万曲以上あり、着歌や BGM など LINE との連携機能が充実をしております。 LINE ミュージックには1曲につき30秒間聴くことができる無料プランと有料プランがあります。有料プランの料金は、一般プランは1ヶ月980円、まとめて年間払いすると年間9600円となり、少しお得になります。学生プランは480円、ファミリープランは1480円、また年間プランは1400円となっております。どのプランも無料お試し期間が1ヶ月あります。こちらは2022年1月大型アップデートが行われまして、 AI によってユーザーの音程などを測定してくれる、100点満点で採点をしてくれるカラオケの採点機能や、自分のルームで配信者となり曲を流して DJ 気分を味わうことができたり、他の配信者のルームでリスナーとして音楽を聴いたりできる交流機能のルームが追加されました。そして LINE ミュージックの有料ユーザーは LINE スタンププレミアムの1000万種類以上のスタンプを
追加料金なしで利用できるようになりました。 LINE のプロフィールや BGM やトークルームの BGM、 さらに LINE の呼び出し音や着信音として設定ができる LINE を充実させたい方、カラオケや他のユーザーとの交流を気軽に楽しみたいという方にはおすすめとなっております。最後の5つ目は YouTube ミュージックとなります。動画配信サービスとして有名な YouTube なんですが、2020年に終了をした Google Play Music と統合をして新しい音楽配信サービスを始めました。他の配信サービスと比べて圧倒的に楽曲数が多く、幅広い歌手の曲を聴くことができます。聴けない曲が少ないことが特徴です。YouTube Music は広告ありバックグラウンド再生ができないという条件ではありますが、原則無料で利用ができます。有料プランの YouTube Music Premium に加入をすれば広告なしのオフライン再生ができバックグラウンド再生も利用できるようになっております。 YouTube Music Premium は公式サイトや Android 版アプリから登録するのと iOS 版アプリから登録するのとでは料金が変わってきますので注意をしてください。 iPhone ユーザーの方はお得に利用したいという方はですね、 iPhone アプリからインストールをして登録するのではなくブラウザですねからの登録をお勧めをします。また学生プランはですね iOS 版アプリから登録することはできませんので、公式サイトや Android 版から登録をしてみてください。 YouTube Music Premium の料金は一般プランは Android と Web から980円、 iPhone は1280円、ファミリープランは Android と Web 版から1480円、 iPhone は1950円、学生プランは Android と Web からのみで480円となっております。無料でお試し期間は1ヶ月あります。似たような名前で YouTube プレミアムというサービスがありますが、 YouTube プレミアムは動画共有サイトの YouTube の有料プランで広告なしで YouTube を視聴できるサービスとなっておりますが、 YouTube プレミアムに登録をすると YouTube ミュージックプレミアムも同時に利用できるようになります。普段 YouTube をたくさん見ている方であったり、 YouTube プレミアムに加入している方、動画も一緒に楽しみたい方、幅広くたくさんの曲を楽しみたいという方はおすすめのサービスとなっております。いかがだったでしょうか。本日はですね、5つのサブスクの音楽配信サービスについてご紹介させていただきました。各サービスの料金などは今この動画を撮影している現時点のものになりますが、もし今こんな風に変わったよということがあればですね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。皆さんのおすすめの動画配信サービスも教えてください。たまにしか音楽を聴かない方にとっては逆に損をしてしまいますが、日常的に音楽を楽しみたい方や、音楽をもっと楽しみたいという方にとってはとってもお得なサービスなのではないでしょうか。自分に合った音楽配信サービスのプランを見つけてお得に音楽を楽しんでみてください。私の動画では副業を探している方やフリーランスをなりたい方に向けてお得な情報を他の動画でもお伝えをしております。またバイナで売り上げを上げる方法などもお伝えしておりますので、ぜひそちらの動画もご覧ください。バイナや物販に関する情報についてより詳しく知りたい方や質問したいという方はこちらの QR コードもしくは概要欄から公式 LINE にお友達登録をしてみてください。お友達登録をした方限定に今お得な動画配信もしておりますので、そちらもチェックしてみてください。では最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て良かったよという方やためになったよという方はいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。